藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。Gスカイ FM 島田沖の皆様こんばんは。7月27日水曜日、時刻は19時30分。 J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC の時間がやってまいりました。皆様のお相手は藤枝マイ FC スタジアム DJ の拓郎です。そして本日も私の相方を務めてくださるのはこちらの方です。はい、藤枝マイ FC 広報の伊藤咲です。はい、本日も藤枝マイ FC 広報の伊藤さんが私をサポートしてくださいます。ゲストの選手への質問、メッセージなど番組中でも構いませんのでお送りください。それでは伊藤さんお願いします。はい、メールの送り先は myfc@sky765.jp まで送ってください。ファックスの方は 054-732-9162 までお願いします。はい、ありがとうございます。まずは最近の公式試合の結果情報をお届けいたします。前回の放送から今日までの間にリーグ戦2試合が開催されました。結果皆さんもご存知ですね。2試合とも勝ちまして5連勝、素晴らしい結果ですね。はい、振り返りましょうか。7月17日第17節アウェーゲーム、テゲバジャーロ宮崎戦がユニリーバスタジアム新富で行われまして、こちらの試合3対1で勝利しました。先制されるも押した乳木選手のゴール、そして後半終了間際ですね、松村幸喜選手の逆転ゴール、さらにアディショナルタイムに水野大輔選手のダメ押しゴールということで3対1の勝利という素晴らしい結果になりました。そしてその翌週7月23日の土曜日、第18節ホームゲームギラバンツ北九州戦がもちろん藤枝総合運動公園サッカー場で行われまして、こちら前半の早いうち4分杉田正彦選手のゴール、そして7分に小笠原圭介選手のゴール、さらに後半には久保藤次郎選手のゴールということで、こちらの試合も3対1で勝利しました。うわー、もう最高の展開ですね。はい、本当にチーム新記録ですもんね、5連勝っていうのはね。そうです、今まで4連勝だったので、はい、もうチーム記録がついに藤枝マイ FC の新しい扉が開かれたという感じですよね。はい、まだまだこれから、そうですね、この連勝伸ばしていきたいですよね。はい、もちろん。はい、いや本当ね、今日嬉しいんですよね、こういう情報を皆様にお伝えできるというのがさあ、そしてですね、もう一つ嬉しいニュース入ってまいりました。来季新加入内定選手の情報です。はい、平尾健志郎選手、中央大学在学中で藤枝東高校の OB ということなんですけども、平尾健志郎選手の来季新加入が内定として決まったということで、はい、よろしいでしょうか。はい、健志郎という名前、北斗の拳を思い出さずにはいられないという感じなんですけどね。字もね、だって拳っていう字が多分入ってますね、これね。そうですね、はい、すごいな、はい、拳じゃないか、あのまあでも剣ですけど、はい、そうです、剣です。どんだけ漢字に弱いんだ僕は。まあそんなわけでですね、まあ本当嬉しい情報が続いておりますし、この連勝記録伸ばしていきたいですね。というわけで今日も J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC スタートいたしますが、本日は新型コロナウイルスの感染が再び拡大しているという状況にありますため、岩渕亮太選手、そして新加入の渡辺亮選手、お二人それぞれ電話で出演してくれるという形になります。ということでまずはここで1曲お聴きいただけますでしょうか。こちらはですね、この後出演してくださいます岩渕亮太選手からのリクエストになります。サンボマスターで輝き出して走ってく。この東本マイ FC では毎回藤枝マイ FC のどなたかにゲストとしてご出演いただいてお話を伺ってまいります。本日は先ほども申し上げました通り、岩渕亮太選手、渡辺亮選手のお二人に電話でご出演いただきます。まずは岩渕亮太選手と電話つながっていますのでお話を伺ってまいりましょう。岩渕選手、聞こえますか？あ、聞こえます。こんばんは。こんばんはです。ご無沙汰しております。あ、ご無沙汰します。岩渕選手、まあ、今夏で暑い日々が続いておりますけれども、はい、体の調子はいかがですか？はい、いやー、いい感じです。あ、いい感じですか？怪我も治って、はいはいはい、調子も上がってくるかなっていう感じで、うん、そうですね、いい感じです。ちょっと怪我した時期がありましたものね。はい、そうですね、はい、ここまで半分過ぎておりますけれども、はい、ご自身でこう今季ここが良かったなとか、逆にここもうちょっと修正していきたいなとかいうところがあればまずは教えていただきたいんですが。まあ、良かったところはあんまりなく
て。そんなことないと思うんですけど。いや、あまり自分ではこう満足いかなかったかなっていうのはあるんですけど、はいはい、まあ、逆にそこ、ここからどんどん調子上がっていくと思ってるのはあって、はいはい、後半戦こう前半戦以上の仕事をできるんじゃないかなっていう気はしてますね。夏は結構得意な方ですか、季節的には。いや、夏全然得意じゃないです得意ではないですね、はい、でもまあご自身のコンディション的にはこれから全然いけそうだなっていう感じということですね。あ、そうですね、後半戦はこれまで以上にいけると思います、はい、ありがとうございます、はい、あの先日の試合、北九州戦途中出場されまして、3点目の久保東次郎選手のゴールのこうアシストという形になりましたけれども、はい、あのシーン少し振り返っていただきたいなと思うんですけれども、はい、あ、まあ、そうですね、最初は自分で突破して、まあ、ドリブルかワンツーかで突破してシュートまで行きたいなっていうのがあったんですけど、はいはい、まあ、ちょっとうまくいかないというかバランス崩したりもあって、うんうん、まあ、東次郎に預けたんですけど、まあ、シュートがうまかったですね。だからアシストにしてもらったっていう感じで。いやいやいや、そんな謙遜しなくてもいいんですよいやいやいや、普通にそういうプレーだったと思います。なるほど。でも久保東次郎選手もね、はい、今チーム得点王ですからすごいですよね、本当にね。いや、もう素晴らしい活躍ぶりで、うん、あの岩渕選手から見て今チーム5連勝という状況ですけども、この好調な要因というのはどんなところにあるななんて感じますか。そう、まあ、うん、まあ、全員自信持ってプレーしてるんじゃないかなっていう、うんうんうん、まあ、持ってるものをこう存分に出せてる、毎試合出せてるんじゃないかなっていうのは思いますね、うん、その自信を、監督が、はいはい、どうぞどうぞ、監督がこう勇気づけてくれてるのが かなり大きいと思うんですけど、普段の練習から結構監督がこうじゃあ褒めてくれるというか、ここはいいプレーだよみたいに言ってくださるって感じなんですかね。まあ、褒めてく、そうっすね、まあ、ミーティングの中でのそういう聞こえかけとか、はい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 、そういうのでこう自信持ってるところは絶対あると思います、うん、モチベーションがじゃあみんなすごい今高い状態ということですね。まあ、そうですね、うん、あの、まあ、最初にもちょっと伺いましたけれども、今ちょっと真夏でかなり暑い日続いてますし、何よりタフな試合が連戦で続いてますけれども、この時期にこう何かこう暑さをしのぐために気をつけてることとか、はい、体調管理で気をつけてることなんてあったりしますか。なんか特にないんですけど、なんかなんだろう、まあ、いっぱい食べること、ほう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 、いつもよりこう食べるの意識してるのはちょっとあるかもしれない。それはなるほど、食事の量、はいはいはい、頑張って食べるっていうか。そうですね、夏ってどうしても食欲がちょっと落ちがちになっちゃったりとか、はい、なんか麺類でいいやみたいな気持ちになっちゃったりしますもんね。そうですね、うん、そこでご飯もいつも結構食べてると思いますね、うん、意識して。そういう意味ではかなりやっぱりご家族のサポートというのも感じてるところですか。あ、もうそれはもう、うんうん、大きいです大きいです大きいですか。はい、わかりました、はい、まあ、そんな状況で今、まあ、どうしても家にいることも多いと思うんですよ。まだコロナもね、また今感染拡大なんかしちゃってますけれども、はい、そんな状況においてこう普段何か家でやっていることとかハマってることとかあったりされます。そうですね、ハマってること、なんかワンピースって、はいはい、あのアニメというか漫画というか漫画、はいはい、漫画のあれのアニメ見たことなかったんで、なんか最初から見てるんですけど。なるほど。見てるというかもうずっと垂れ流してるみたいな感じで、はい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 、今のタイミングでワンピースにはまる人もちょっと珍しいですねいやいや、あの漫画は読んでるんですけどあ、そうなんですか、はいはいはい、アニメで見たことがなくて、見てて結構面白くて。わかりました、ありがとうございます、はい、あのリスナーの方からも質問をいただいておりまして、これはまずメッセージですね、はい、ちょっとラジオネームが書かれてない方なんですが、はい、2019年から岩渕選手を応援してます。今もこれからもずっと私のナンバーワンサッカー選手です。今後の岩渕選手の活躍楽しみにしてますというメッセージいただいておりますが、いかがですか。いや、もうありがたいですよ、本当に。やっぱ勇気が湧くって感じですかね、こういうメッセージいただくと。いや、もう頑張んなきゃなって思いますね、うん、はい、本当に。そしてもう1ついただいておりまして、ラジオネームリガライズさん、今シーズン半分終わりましたが、一番手強かったなと感じたチームはどこでしたかという質問なんですけれども。あー、どこなんだろうな。
どこなんすかね。あ、でも鹿児島とかやっぱりこうなんていうんですかね、苦い負け方してるので、はい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 、そう、それは印象残ってて、まあ、ちょうど今週鹿児島なん で、ね、もうリベンジですよね。ここはもうここはしっかりやりたいですね、勝ちたいですね、はい。さあ、はい、そんな岩渕亮太選手ですけれども、ここ最近何かこう個人的ニュースを皆さんに伺うようにしているんですけど、岩渕亮太的ニュースがあればぜひ教えていただきたいんですが。これすごい考えたんですけど、はい、あんまりなくてないですか。で、まあ妹が帰ってきたんですよ、あの、あ、はいはい、イギリスから、岩渕真奈選手、はい、で2ヶ月ぐらいこっちにいたんですけど、珍しくっていうか結構ゆっくり日本にいたんですけど、一瞬も会えなかった。せっかく帰ってきたのに会えなかったんですか。そうですね、もう1秒たりとも会えなかった。うん、結構兄弟仲はいいというふうになんか前に伺った気はするんですけれども。そうですね、仲いい、うん、いいんですけどね、うん、なかなかお互い忙しくて時間が取れずっていう感じですか。まあそうですね、うん、ちょっと残念でしたね。わ、うん、かりました、ありがとうございます、はい。さあ、先ほどあのリクエスト曲サンボマスター輝き出して走ってをおかけしたんですけども、こちらリクエストいただいた理由を教えていただけますか。はい、なんかロック系結構好きで、はいはいはい、でサンボマスターすごいかっこいいなって最近思ってて、で最近知った曲なんですけど、なるほど、まあ、ノリもいいなと思って、ノリもいいですし、かつ歌詞もね、なんか本当に勇気をもらえるような歌詞ですもんね、はい、そうですね。やっぱりこう試合がの前とかにモチベーション上がったりもしますか、こういう曲聴くと。ああ、まあ曲聴いたりしてやってますね、まあ、曲、そうですね、勇気もらえますね、集中できますね、はい、はい、ありがとうございます。まだお話を伺いたいんですが時間来ちゃったので、最後にあの、はい、ファンサポーターの皆さんに向けてメッセージをいただけますでしょうか。はい、まあ、この勢いでもうとにかく勝ち続けて、まあ、最後ね、今シーズンの最後にこう痺れる試合を皆さんに見てもらって、その中で勝つような昇格するような一年にみんなでしていきたいなっていうふうに思います。はい、ありがとうございました。矢渕選手、今日スタジオ来れないにもかかわらずサポーターの方スタジオ前に来てくださってるんですよ。それ大丈夫ですか、スタジオにいるって思って来ちゃって。それはないです、あの分かってて、もちゃんとしかも岩渕って書いて、あの8って書いたこうプラカードを見、まあ、こっちに向けてくださったりとかしてるんですよ。すごい、ありがとうございます。もう頑張ります今週もですね、はい、よろしくお願いいたします。、はい、またぜひスタジオの方にも来てくださいね。はい、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではここで次の曲に参りたいと思います。次の曲は、こちら、この後に電話で出演してくださる渡辺亮選手からのリクエストになりますね。ビッグバンのガラガラ号をお届けいたします。藤枝マイ FC 徹底応援番組東音マイ FC、藤枝前 FC 徹底応援番組東根前 FC、 本日は新型コロナウイルスの感染拡大状況を考慮しまして、藤枝前 FC 背番号8番岩渕亮太選手、そして背番号38番渡辺亮選手の2人に電話でご出演をいただいております。ということでここからは渡辺亮選手に電話つながっておりますのでお話を伺ってまいります。渡辺選手、聞こえますか。はい、聞こえます。こんばんは。こんばんは。そして初めまして、よろしくお願いします。拓郎です。渡辺です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もしかしたらね、あの先日の試合で、ね、の選手紹介で声はもし聞いていただいてるかなともちょっと思ってはいるんですけれども、はいはい、聞こえてましたでしょうか。聞こえました、はい。まずはあの渡辺亮選手自己紹介代わりといってはなんですけれども、ご自身のプレーの特徴から教えていただきたいんですけども、はい、よろしいでしょうか。はい、自分のプレーの特徴としては、まあ、スピードの部分と裏への抜け出し、そしてまあゴールというところを、自分のプレーの特徴だというふうに考えてます。はい、その特徴が先日のホームゲームスタメン出場ということで早速皆さん垣間見えたと思うんですけれども、はい、その時の感想を教えていただいていいですか。率直になんか不思議な感じでしたね、うん、今までは敵チームとして、はいはい、試合をしてたスタジアムが新しく自分のホームスタジアムになるっていうところで、アップ中はすごい不思議な感覚だったんですけれども、
まあ、試合中は本当に、皆さんとの距離も近く熱い声援をいただいたので本当に、まあ、パワーをもらえるというかこのチームのためにもっともっと戦いたいなっていうふうに思いました。なるほど。今不思議な感覚っていうふうにありましたけれども、はい、沼津の選手としてこう、まあ、対戦していた頃に当然藤枝選手を外から見てたわけじゃないですか、はい、その時ってどんな印象のチームというふうに思ってましたか。外から見ていた藤枝 FC の印象はやっぱり攻撃が本当に得意なチームだなっていう印象が一番でしたね、うん、なるほどなるほど、はい、選手個々への印象とかって何かあったりします。選手個々で言うと僕は7番の鈴木純選手が本当に特徴的で、はいはいはい、まあ、本当にどこにでもパスを出せる、まあ、左足を持っている選手なので本当に嫌な存在というか、うんうんうん、まあ、それと同時にやっぱりこういう人からパスを受けれるようになりたいなっていうのも思ってました。なるほど。実際加入してこう、はい、まあ、練習試合を経てみていかがですか。何か印象が変わった部分とか逆にもっと思い強くなったところとかあったりします。変わった部分とかは特にないんですけど、印象的なのはやっぱりその、まあ、監督自身が本当にこうエンターテインメントのサッカーをっていうところを常に、まあ、選手たちに熱く言ってくれるのでやっぱりそういったところを選手たちは試合表現していかなきゃいけないししていきたいって思わせてもらえるような監督なので、はいはい、やっぱりそれをこう試合でピッチで表現していきたいなっていうふうに日々思っています。今須藤監督のお話出ましたけれどもその須藤監督からこう、はい、渡辺亮選手がこう求められている役割っていうのはどんなふうにお感じになってますでしょうか。まあいろいろあるとは思うんですけど、はいはい、まあ、一口では、ね、なかなか言えない部分があると思います、はい、ただやっぱり最後の部分でどれだけ点を取れるかっていうところは本当に、まあ、求められているとは思うので、まあ、藤枝には他にもいい選手いっぱいいるのでそういった選手との競争で勝って自分が試合に出て、まあ、その思いをしっかりとピッチで表現したいと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、先ほど矢渕選手の時にもお伝えしたことなんですけれども、はい、今日スタジオ前にサポーターの方来てくださっていてですね、はい、渡辺亮選手のカードですとかあとは渡辺亮選手のすごく大きな亮って書いたフラッグを持ってきてくださったりしてるんですよ、はい、いや本当にこの間の試合もそうだったんですけど、はい、まだ僕合流して2週間も経ってないぐらいだと思うんですけどやっぱその日が浅い中でもそういった風に皆様の期待とかっていうのをそういう形にしてこう応援していただけるっていうのは本当にまあ選手冥利に尽きるというか、うん、本当に嬉しいことなのでやっぱりその思いを皆様に返していくために僕はピッチの上で一生懸命に全力で泥臭くプレーしていきたいと改めて思いました、うん、そうですね。なんか心強いメッセージで聞いてる僕たちも嬉しくなります。ありがとうございます。リスナーの方からもですねちょっと質問をいただいておりまして、はいはい、渡辺亮選手2年前から亮様のことを応援しています。はい、ここで突然の質問ですが藤枝に移籍してからお気に入りのお店見つかりましたかというメッセージなんですけどもどっかなんかお気に入りここ美味しいなとかってところ見つかったりしました。鈴木純選手に紹介していただいたお店なんですけど、はいはいはい、東祖さんっていうお店が、はいはいはい、日本料理東祖さん、はい、あそこがあるんですけれども、はい、そこはとてもこっちに来てからは食事に行かせていただいて、まあ、いろんな話をさせていただいたりとか、まあ、日が浅い中でもこうよくしていただいているのでそこはちょっと結構お気に入りの、うん、大丈夫ですか。はい、はい、まだ質問他にもいただいてまして、はい、沼津と藤枝でトレーニングの違いは感じてますかもしあればどのあたりが違いますかという質問をいただいてるんですが、やっぱりトレーニングの違いっていうのは日々こう感じてて、はいはい、どっちが良し悪しとかそういうわけではなくて、まあ、沼津には長い期間いた分まあ慣れて練習できていたっていう一面もありますし、うんうん、やっぱり藤枝に来て自分が今までしてこなかったような、まあ、練習とかっていうのも多いわけでそこで新たな刺激とかっていうのは本当に、まあ、毎日実感しているのでその中で自分が 100% で常にプレーすることが、まあ、週末にある試合に出れる最大の準備だと思っているので、うんそこを本当に一日一日今自分ができることを日々やっていきたいなっていうふうにこっちの練習に
来てから思いました、ね、はい、渡辺亮選手すごいしっかりしてますね。いやいや全然しっかりしてないそうですか。あの他の質問でお友達はもう藤枝でできましたかっていうふうにあるんですけれども、たくさんできました。あの結構毎シーズンあれですよね、同い年の選手多いですよね。そうですね、同い年の選手は5人、松村航輝選手とか鈴木翔太選手とかと同い年になるんですよ、ね、そうですね。あと抜く選手とか、はいはいはい、あと小笠原選手、はいはい、であとシムの、方も一人同い年がいるので、はいはい、やっぱ年が近いと仲良くなりやすいですか。そうですね、話しやすいですね。あのマイ FC の選手は基本的にみんな結構話しかけてくれるので、はいはい、まあ、そこも本当に日が浅い中でも、なんていうんですかね、みんなと話しやすくなった一つの要因かなというふうに思います、ね、なるほど、わかりました、ありがとうございます、はい、最後にもう一つ質問がありまして、夏バテ対策などありますかという質問をいただいてますが、何かありますか。ちょっと僕が教えていただきたいですよねバテないでくださいねいやもう本当毎日必死なんでちょっとあれなんですけど、やっぱこう暑くなってきて、うんうんうん、なかなか食事も食べにくかったりするんで、逆にその夏バテ対策は皆様に教えていただきたいですね。じゃあぜひ渡辺亮選手に皆さんいい夏バテ対策をご教授くださいという感じですね。ぜひ教えてください、よろしくお願いします、はい、ちょっとプライベートなことも伺いたいんですけれども、はい、何かこう趣味とかハマっていることなんかあったりしますでしょうか。趣味とかハマっていることで言いますと、最近はちょっと掃除ですかね。お、掃除、なるほど、はい、まあ引っ越したばっかりっていうのもある。そうなんです、引っ越しの片付け含めてちょっとこれを機に、はいはい、ちゃんとやるようになったというか、うんうんうん、なんか細かいところもいろいろちょっと調べたりして綺麗にするようになりましたね。わかりました、ありがとうございます、はい、まだまだねお話伺いたいんですけれども、残念ながら時間になってしまいましたので、はい、じゃあ最後にですね、はい、ファンサポーターの皆さんに向けてメッセージをお願いいたします。はい、いつも熱い応援を藤枝前 FC にいただき本当にありがとうございます、チームとして最大の目標である J2 昇格という大きな目標を果たすために、目の前にある一試合一試合を、皆様と共に戦い勝利して、そして最後に、皆様と共に喜びを分かち合いたいと思いますので、これからも一緒に戦ってください、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。次こそぜひスタジアムでお会いしましょう。あ、ごめんなさい、はい、スタジアムだけじゃない、スタジオでもお会いしましょう、ね、はい、はい、ぜひスタジオでお願いいたします、はい、渡辺先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC、 お送りしてまいりました藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC、 お別れの時間近づいてまいりました。この番組毎月第2第4水曜生放送、次回は2週間後8月10日水曜日の放送となります。そしてこの後の試合予定ですが、今日の矢渕選手と渡辺亮選手からも話がありました通り、今度の土曜日 J3 リーグ第19節ホーム鹿児島ユナイテッド FC 戦、藤枝総合運動公園で行われますが大一番です。皆様ぜひスタジアムに来て実際に応援してください。はい、ということで本来ならここで伊藤さんからちょっと告知をいただこうと思っていたんですが、だいぶ時間が押してしまいまして、はい、ごめんなさい、大丈夫ですか、はい、すいません。でも本当ね、皆さん次の試合大事な試合です。しかもその後ホームゲーム1ヶ月後ですので、ぜひスタジアムの方にお越しください。というわけでジスカイ FM 島田東根前市でまたお会いしましょう。ここまでの相手は DJ 拓郎と藤枝前 FC 広報の伊藤咲でした。さようなら、さようなら。